何やってんだ。心配すんな。おいおい、邪魔する気か？そいつは得策じゃねえな。俺様の銃とお前の槍、この距離でどっちが有利か見て分かんねえほどバカなのか？バカはお前だ。余裕かまして油断してんじゃねえよ。面白い。その銃、飾りってわけでもねえんだろう。なんで使わない？はっ、銃声を聞きつけたつまんねえ奴らに水を差されたくねえからな。なかなか刺激的で楽しかったぜ。今度はもっと余裕のある時に会いてえもんだ。男からの誘いなんざごめんだね。これ以上の戦いは無意味ですな。長引いて強が乗っても困るでしょう。俺様のことを言ってんのか？おいおい、引き際は心得てるつもりだぜ。確かに確認はかなった以上長居をする必要もあるまい。今日は挨拶をしに来ただけだからな。むざむざ逃がすと思うか？くだらん虚勢はやめておけ。貴様らはまだしも、騒ぎを聞きつけて集まった雑魚どもは何人死ぬか知れたものではないぞ。
ずれまた近いうちに迎えに行く。待っているがいい。大丈夫か？おい、お前、あいつらに狙われる心当たりでもあるのか？冗談じゃありませんよ、まったく。どうしたもこうしたもありませんよ。私がなんであんな野蛮人どもと同じ部屋で肌を晒さなきゃならないのです。将軍上洛の時に近藤さんと意気投合したお医者様が豚所に来られているのですよ。大使たちの健康診断を行うとかの名目で。あのハゲ坊主、みんなの前で私に服を脱げとおっしゃるのよ。拒んだら無理やり脱がそうとするし。
それにあの大使たちの態度、まったくなんて野蛮なんでしょう。確か松本良順とか言ったかしら。あらあら、あんな野蛮人に会いたいなんて、なんて物好きなのかしら。よし、次の人。おう、俺の番だな。一丁頼ます、先生。ふっ、どうすか、剣術一筋で鍛えに鍛えたこの体。新発さんの場合、体は頑丈だもん。見てもらうのは頭の方だよな。ああ余計なこと言ってると締めるぞ、平助。長倉新八と。よし、問題ない。次。ちょ、先生、もっとちゃんと見てくれよ。いやいや、申し分ない健康体だ。新八、後ろが使えてるんだからさっさと終わらせろ。そうじゃなくてよ、もっと他に見るところがあんだろ。診察は見てもらうものであって見せつけるものじゃない。さっさとどけ。君はもう少し胃腸に気をつけるようにな。この薬を食後に飲むように。今ので薬が切れたか。薬の補充も兼ねて休憩にしようか。君、ちょっと手伝ってくれるかね。松本先生、雪村君。おお、早速会えたようだな。はい、おかげさまで。感謝しております。私は君に会うためにここに来たんだよ。高堂さんの娘さんがここに身を寄せていると近藤さんが教えてくれたんだ。高堂さんと松本先生が懇意にしていたことは俺も知っていたからな。何か高堂さんの手がかりになればと思い、松本先生が京に戻ってすぐに連絡を取った。
すれ違いだったとはいえ、辛い思いをさせてしまったようだ。君がここにいる事情は分かっておるよ。何か不自由なことはないかね。残念ながら私も高堂さんの居場所は知らないんだ。君はここにいることであの薬に関わってしまったようだが、あの薬、つまり高堂さんが新選組で行っていた研究のことについてだが、高堂さんが新選組で行っていたのは幕府の命令による羅刹を生み出す実験だった。羅刹とはすなわち鬼人のごとき力と驚異的な治癒能力を持つ人間のことだ。そしてその羅刹を生み出したのは落ち水という薬だ。これは西洋ではエリクサー、中国では仙丹と呼ばれるものに値する。詰まるところ不老不死の霊薬みたいなものだ。そこまで知っていたのか。